はようございます。このねトマトの実がつくところ、花房っていうんだけども、花がついて実がつくところね、その先に葉っぱが出ましたね。葉っぱこっちもね、ほら葉っぱ出てる、ね、こっちもね出ちゃってるんだ。でこれね異常です。異常っていうか、まあ大した問題ではないんだけども、肥料が多すぎると、肥料っていうか無肥料なんだけど、化学肥料も牛糞堆肥も一切入れません。無肥料です、ここだけども、肥料が効きすぎて、もしくは吸ってしまったのかな。今年雨が多かったんで、なんつうか吸い上げて、肥料分を多く吸い上げてしまって、こういう風になってしまったのかもしれないね。うん、完全に無肥料だもん、ここ一切何も入れてないんだもん。でもとりあえずこういうことって普通ありえないんで、こういうことを聞いてるんで、まあ、そうそう、なんだ、肥料分が多いから、栄養成長、自分の体を大きくする栄養成長がに傾いてしまったんだろうね。こっちの子供を育てる、子孫を育てる、種を育てる、生殖成長じゃなくて栄養成長、自分の体を大きくする方、これが優位になってしまって、こういうことが起きてるんだと思うんだ。で、これね、俺が教わったのは、こういうのがあったら切ってしまえと、ハサミでね切り落としてしまえと。でこっちもね、まあ、先っぽ花ついてるけれども、ちょんと切ってしまえと。ここもポンと、でこういうふうに教わりました。もしこういうの見つけたらね、朝早い時間に、ね、でその日晴れる日、もしくは雨が降らない日に、ここを切ってしまうことをおすすめしますね。なかなかね、無肥料でこうなると思わなかったね。どれだけここの畑の土がねいいのかっていうこと、ちょっとね近所のレガシーねすごいいい音するんだけども、ちょっとうるさいからしばらく待ってね。すごいいい車だよね、レガシーね、かっこよくてさ、うん、はい、静かになりました。でここの土ねすごくいいんだよね。一切肥料あげてなくてさ、こんなごっちゃごちゃでさ、これがパクチーでしょ、これ去年こぼれた種でしょ、可愛いから残してんだけども、ナスでしょ、シソもあってさ、これコスモスなんだけどね、ネギあってさ、こんなごっちゃごちゃなんだけども、まあそういう非売がね、非行がすごく強いというのが出るってことは相当いいね。これでいいんだよ、これでいいのよ。今度アルファード行ったね、まあ、こういう環境だから、いろんな植物が根っこがあるから、その植物によってその根にねつく微生物が違うんで、いろんな微生物、生物の多様性、前の動画でも話したけども、そういう生き物ね、雑草もいっぱい生えててさ、野菜もいっぱいあってね、いろんな生き物がいる、いろんな植物がいる、このおかげでね生物の循環ができて、当然これらがね枯れたらここに戻します。で来年また土ができていきます。生き物はどんどん増えていきますと。そのおかげでさっきみたいなね、肥料がね、肥効が効きすぎてるっていう症状が出るんだよね。まあ大した問題ではないんだけども、ね、おかげでここはすごい超えてしまったなとトマト別のところに移した方がいいかもしれないね。まだ弱いところもあるから、まあこういう風な環境で十分できちゃうんで、ね、無肥料でだけども草を生かしながら、その草をまた戻してあげて、で繰り返していくとね良くなるのね。ちょうどミニトマトいいな、これな。ミニトマトはさ、このこの上のね節みたいなところあるんで、ここに指当ててピュッてやるとポロッと取れますんで、これアイコってやつでね、結構人気のあるトマトなんだけども、大きくなった今年やっぱここの土がすごくいいんだろうね。でね、マルチね、マルチ、これよくマルチに使えるから、マルチだって言うんだけども、言う人もいるんだけども、違います。覆うマルチね、マルチング、土を覆う、土をマルチングするってことでマルチって言います。マルチに使えるからマルチではありません、ね、でこれ何で使ってるかっていうと、青森寒いのよ、山瀬が吹いて、特に我が家はね山瀬がの影響結構強い方なんで、東からの吹く風で寒いのね、温度が上がりません。だからこれあるとないとじゃ全然野菜の生育が違うんで使ってます。本当はゴミが増えるからね使いたくないんだけども、生育しないんじゃ困るし、
あとここの畑、正直なところ手間かけてられないんで、ね、ここだけでも草生えないようにして手抜きしてます。まあ妥協ですねこれはね。でもこれのおかげですごい育ちます。全然違います。やっぱ温度って大事だね。肥料とか農薬とかその草取りとかよりも温度、いかに温度を上げるかっていうこと、ね、草が生えて生き物がいっぱいいれば土が温まってそれでいいんだって言うんだけども、土は温まるんだけどもその上が温まらないとダメみたいだね。やっぱね、こうやってなんつうんだろうね、和洋折衷じゃないけど折衷案だよね。現代農業との自然農法、無肥料無農薬の栽培のミックス、いいとこ取り、それがやっぱ賢いと思うんだ。ちょっとこれ長いのあるなこれすごい長い、これ脇芽だこれ下の方に脇芽伸びてきてるから切ってしまいますとね。うん、こうやってね。でこれはまたここに置いといて枯らして土に戻すとね。メロンの皮とかも置いてあるし、まあ、こういう風にね環境を作ってあげれば、環境が、まあ植物が土を作り、虫が土を作り、微生物が土を作り、その土が野菜を育てて、その循環、この循環をねいかに取り入れて素晴らしいものにしていくかっていうこと。そうするとさっきみたいにね、肥料効きすぎっていうことが無肥料でも起きてきますんで、まあねやってみてください。本当にもう一回この環境見せるけれどもね、これで問題ないんだから全然ね。まあ、キュウリはね、あの幼齢って葉っぱの年齢があるんで、それが年取ったらどんどん切ってきました。風通しよくしてね。まあ、こういう感じでね、ごっちゃごちゃしててね、すごくダメな畑だってみんな言うかもしれないけれども、これでいいんです。これでいいのよ。風通しさえ良ければこれでいいんで、もっと腐ってもいいぐらいなんで。まあ俺歩くからね、こう作業するのに歩くための場所だけでもね、草少し踏んでるからないけれども、まあ、こういう感じでやっていけばいいと思いますんで、ね、一人でも多くこういう風なやり方をねやってもらえればなと俺は思ってますんで。あ、ここもだ、ここミニトマトもこうなってら、ほら花のね実のついた先についてさ、すごい肥料効いてるんだ。すごい土が良くなってます。この環境でできるんで、完全に肥料は入れてないんで、土と植物と虫と動物と、あ、まあそういうね自然環境を参考にしてできたのがこの環境なんで、ぜひともねこのなんとかもっといっぱい見せたいんだけどもね、ここがねやっぱ俺のやってる管理してる畑では一番環境いいです。何でも育つ、こういう環境をねちょっと作ってください。本当に奥には花草むらがあって、野菜もあって、でまあシソとかね、これ自生しちゃってるんだけど毎年勝手に生えてくるんだけどもね、こういうねいろんなミックスした状態、こうすることで害虫が1種類だけじゃなくていろんなのができて、この中にもカマキリどっかにいるんだけど今日どこにいるかわかんないけどさ、うん、でそうやって食う食われるの関係、お互いに拮抗し合ってこういう風な環境ができると、でその上物ができてくれば下の方の土も良くなると、土の中の微生物も増えると、そして、土が良くなってくるとね。だからこういう環境をねぜひとも一人でも多く作ってほしいなって。畑で野菜を作るだけじゃなくて、環境を作る楽しみ、そういうものもねぜひともチャレンジねしてほしいなと思います。